はい、皆さんこんにちは、スタジオマニさんです。帰ってきました。水没した私のパソコン MacBook Pro。 はい、いやーよかった。で、いくらかかったのかっていうのは後ほどって言ったらあれなので26,000円プラス税でした。よかった、26,000円で帰ってきた。いや、もっとね、ほんとかかるもんだと思って、で、なんかああいうところっていうかね、パソコンの修理屋さんに持っていくの初めてだったから、すっごいドキドキしてたんですよね。もう大丈夫かなみたいな、怖いから。うん、でかかったね日数っていうのは、とりあえず預けたのが6月8日で、9、10、11、12、13、14、7日間で帰ってきました。ほんで、まあ、最初ね、預けたところから、そこのね、店舗の人はできないって言われたから、そこからね、送ったんですよ。なので、最初からね、そっちの店舗に持っていっとけば、もうちょっとね、短くて、できたんじゃないかなって思うんですけど、そこのね、次の店舗に、の人がですね、すごくなんか、丁寧、すごい丁寧な方で、なんちゅうの、まあ、届いた日、いや申し訳なかったよね、なんか休みの日にね、なんか腐食を防ぐためになんかバッテリーだけはね外してくれてたみたいです。で、それもメールでいただいたんですけど、本当にね、よくしてもらったわ。いやー、まあ、不安でね、まあ、っていうのをね、分かってるのか、分かってるのはね、不安だからね。うん、で、水没のやつも、クリーニングして乾燥、バラして、水、ね、クリーニング、水洗い、何洗いか分かんないけど、洗って、まあ、特殊なんでしょうね。で、洗って、乾燥して、組み立てして、で、いけるかな、みたいなのをチェックして、で、OK だったので、帰ってきたんですけど、まあ、一番ね、下の料金で済むことができたので良かったです。で、もしね、なんか不都合があったら、キーボードの、部品交換とか言ってね、また多分日数もね、金額もどんどん上がっていくんだろうけど、やっぱりね、良かった、本当に。最初にね、もうかかってすぐ持ってたから、私、うん、かかったらとりあえず水を拭くね。で、まあ、まずその前にね、隣で飲み物を飲むなっちゅうね、ことですけどね。こんなにね、弱い感じだからね。うん。水は本当にダメね。うん。で、バッテリーは外すことができないよね、自分では。なので、電源を切る。ここを抜くってね。うん。刺さってるものを抜いて、電源をとりあえず切るっていうのね、あれでしたね。うん。でポチポチ押したくないからね、とりあえず反応するなって、もうパパッと拭いて閉めることしかできなかったから、自分は。うん。で、まあ、最初のね、対処法とかなんかやったのは、ちょっと前のね、やつを見てくださいね。うん。で、とりあえずかかったのが26,000円で、で、もし治んなかったら、それでもやったけど治んなかったってなったら、初診のね、5,000円はいるみたい。うん、で、マックはね、うん、まあ、他はちょっと見てないから分かんないけど、うん、で、とりあえず26,000円で、もう7日間で帰ってきた。よかった。で、さっき本当に使ってたら、もうなんともないです。うん、むしろキーボードがね、綺麗になっていい感じ、うん、ぐらいですね。はい、よかった。では編集をね、また頑張って載せようかなと思います。はい。で、まあ、多重録音もね、ちょっとやりたいのが溜まってるので、ちょっとそれまで録音しつつ、あと、コンコーネっていうね、歌のエチュードがあるんですけど、あれもね、ずっとね、昔からね、やりたいなと思ってたんですよ。こういうね、録音してね、うん、やりたいなと思ってたので、それもね、1、2本ちょっとまだあれ、やったので、ちょっとちょこちょこ載せようかなと思ってます。はい。で、まあ、ビオラのねやつもね、ちょっと空いてるので、ビオラのね、こんな感じで弾いたら
良かれ思いますよいうのもちょっとあの上げていこうかなと思って、まあまんべんなくねこんな感じで多重録音しつつビオラしつつ、まあ、アコーディオンちょっと最近ハマってたからアコーディオンちょっとあげたね上げちゃってるんですけど、うん、まあそんな感じでねちょこちょこ残せていこうかなと思います。はい、まあここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。私の動画で多分ね最初 1,2 分のところでみんなフューってどっか行っちゃうから、うん、まあどっかがつまんないんだろうねでもここまで聞いてくださった方は本当にもうありがとうございます。うん、でここまで聞いてくださった方にちょっとねお知らせ、これ見て、新しいヘッドホン買ったんですよ。 MDR-M1ST って書いて、なんかねちょっと高げな何モニターヘッドホンっていうの、うん、なんですけど、これねなんで買ったかって言ったら、もう耳が痛くて痛くて、電子ピアノを買った時につけてもらったねヘッドホンがあったんですけど、ずっとね耳たぶ押してるんですよね。でそうしたら耳が痛くなっちゃって、でそれからヘッドホン取ってもヘッドホンしてる感じ、なんていうのとこうね押されてる感じ、誰かに急にこう隣からねなんかこう押されてる感じを感じるようになってしまって、いやこれはやばいなと思って、でちょっとね鋭気なやつだなと思って買ったんですけど、そしたらねなんかねクッションが周りにあるから、なんていうの耳たぶをね押さない、耳たぶとかこの上なんていうのここのねなんか軟骨があるところ、ここを押さえる感じだったんですよね。でまあそれがないから、ちょっと楽に作業できるなと思って、うん、買いました。よかったわ。でこれでちょっとなんかまたね録音が楽になるかなと思ってちょっと期待してるんですけど、まあそんな感じかな、うん、では本当にここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。じゃあ頑張って編集を、頑張ってじゃないね、楽しんでるね、うん、頑張ってないねじゃあちょっと編集頑張ります。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。それではまた。